わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学入試科について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。崇城大学入試科は一体どのように情報提供をしておるんじゃ。今年は初めてウェブオープンキャンパスを開催します。ウェブオープンキャンパスはいつでも誰でもスマートフォンやパソコンがあれば参加することができるオープンキャンパスです。大学に足を運んでいただく来場型のオープンキャンパスでは開催日が限られているため、都合がつかずに参加することができないという方も多かったのですが、ウェブオープンキャンパスではそれぞれの都合に合わせてホームページにアクセスすることで様々な情報を入手することができます。現在動画やコンテンツの制作を進めており、例年以上に一人一人の要望にお答えできるのではないかと考えています。またオープンキャンパスで人気のある個別面談についても新しい面談体制を整えました。それはスマートフォンやパソコンを使用してオンラインで行う個別面談です。顔を出すのが恥ずかしいという方はカメラ機能をオフにして参加することができます。このように新型コロナウイルス感染症対策も兼ねてウェブの充実に努めています。本来ですと個別相談となった時には対面式での面談になるのですが、コロナウイルス感染症対策ということでなかなか個別の面談ができない。そこでこのような形でウェブ面談ということで、オンラインでスマートフォンやパソコン等でつながって面談ができるような、そのような体制を整えています。ふむふむ、ウェブを充実させ、さらにどんな取り組みをしていくんじゃ。ウェブは充実しても、来校して大学の雰囲気や環境を肌で感じたいという受験生や保護者の皆様もいらっしゃいます。多くの方が一度に集う夏のオープンキャンパスは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から開催を断念しましたが、個人見学という形で3密を避けることを意識しながら感染症対策を行って対応させていただきます。また熊本空港に隣接した空港キャンパスで学ぶ2つの専攻、エアラインパイロットを目指す航空操縦学専攻と航空整備士を目指す航空整備学専攻を対象とした空港キャンパス見学会も、例年より開催する回数を増やして1回あたりの人数を制限することで3密を避ける、このことを意識して開催いたします。これから崇城大学入試科はどんなサポートを続けていくのじゃ。崇城ファン登録という仕組みを作り、崇城ファンに登録していただくと、興味のある学科に関係する情報など、ご本人が必要としている情報がホームページ上に掲載されたことをお知らせする、そのようなサービスを始めました。今年に関しては特にイレギュラーな状況が続いていて、お問い合わせをいただいた際に順次確定した情報をホームページに公表しますので、ホームページをご確認くださいという回答をせざるを得ないことに、私たちも葛藤を感じています。必要ではない情報が大量に送られてくるといったメールマガジンでもなく、いつも見ているのに新しい情報が出ないといったストレスを感じることもなく、必要な情報を入手していただくことが可能です。このような取り組みを通して受験生に寄り添っていきたい、そう考えています。これからも崇城大学入試科は未来の入学生たちを支えていくんじゃの。相談お待ちしています。